こんにちは、田中優子です。もっと楽に楽しく本当の自分を生きる4つのステップということで、4つ目の動画になります。ちゃんと4つになりました。私自身すごく思考が強くて頭ぐるぐるタイプで、同じことばっかり考えてて、すごい人生しんどかったんですね。であと特にやっぱりしんどいことが、なんて言ったらいいの、家族の中で自分らしくいられないっていうことがすごく辛かった、苦しかったんですね。なのでこのお盆とかお正月とかすごい苦手だったんですよ。で家族と、まあ、それはどうしてかっていうと、家族の中で仲良くなりたいっていう思いと、なんか自分が見失われるって、この両方の感覚の中ですごいブレてたし、ざわめいたし、自分を見失ってたんだなって今思うんですけど、じゃあそれがどうしたら楽になるのかっていうことについて4つの動画でお伝えさせていただいたんですけども、4つ目はじゃあその自分がどうしてこんなにブレちゃったり辛くなっちゃったりするのかっていう思い込みを見つけた後、どうやって書き換えたらいいのかっていうことについてお伝えしたいと思います。で、書き換えは主に私は2つのパターンでやってて、1つは思い込みがね、あ、私って無価値って思ってたんだとか、無力って思ってたんだって分かったら、ただ単にそれをないをあるにするだけなんですよ。もう私なんて全然価値ないって思ってたと思ったら、じゃあ価値があるだったらどうなのかなって思うんですよ。で、価値がないって思うと、なんか例えばこうやって動画撮ってんのとかめちゃくちゃざわざわするんですよ。影響力ないのにこんなことやってていいのかなとか思うと、なんかちょっとギュッとするんですよ。私とか胃のあたりとかギュッとするんですよ。でそれを、いやそんな価値がないからやっちゃいけないとか、価値があるからやって意味があるじゃなくて、私がやりたいからやるんだとか、そんな価値が、私はそもそも価値があるんだよなとか、力がない人なんてこの世にはいないし、みんなが力あるんだよな、私でも力があるなって思えると、それだけでこうすって楽になるし、すごくありのまんまの自分でいられて、ありのまんま喋れるようになる、ちょっとこう今の話してるだけでも波動が変わったのが感じてもらえるかなと思うんですけど、こんな感じでないっていうのあるに書き換えて、ある自分だったらどんな風に喋るんだろうでもいいし、なんかある特定の行動ができないんだとすると、その場面で自分があるになるとどんな行動をするのかなって感じてみられるといいです。以前の方だと、以前これをさせていただいた方だと、やっぱり私は痩せてないと価値がないと思ってて、だからそれは無価値観から始まってるんですけど、じゃあ、そんな痩せてる痩せてないじゃなくて、私はそもそも価値があるって思えたら、どんな風になんかその人前でいますかって言ったら、あ、なんかすごく楽に生きてきてます、あんまり人のことが気になりませんっておっしゃってて、であとはっておっしゃってました。なのでそのあるっていう方に立った自分を想像する、イメージするっていうだけで、かなり世界が変わるんですよね。本当にスイッチが変わるように変わります。でこれができる時もあるんですけど、できない時ってもうものすごく深く傷ついてたりとか、思い込みを持ってたりするので、あともう一個、そうだ書いてないんですけど、このないっていうのになんかすごくしがみついちゃってる時って、ないとか、そのもなんか執着することでメリットがあるんですよ。これちょっとクリアリングマップ、この中にはちゃんと書いてあるんですけどね、メリットがあって、その自分でいること、ない自分が苦しいじゃないですか。苦しいはずなのに、苦しいことをし続けることのメリットがあるんですよ。例えばそうやって、なんか人の目を、さっきの例だとね、人の目を気にすることによって自分を守れるとかね、であと愛されないって思うことで愛する行動できるようになるから、結局愛されるんじゃないかっていうメリットがあるのね。でそのメリットが分かると、本当にそう思うのとか、本当にそうだったっていう問いを自分で立てられるので、いやーそんなことなかったなとか、いやーそのメリットあってもデメリット、なんか無価値観でこうグーってなっちゃう方が苦しいよねってなると、手放しやすくなります。これも自分がないことに執着していることで何かいいことがあるかなって考えることも結構メリット
このメリットを考えることも手放ししやすくなります。であとはもう一個結構有効なのが、この体の中に眠ってるインナーチャイルドに働きかけるっていうのが結構有効かなと思うんです。で、私がおすすめするのはやっぱりこう思考ぐるぐるなっちゃったり、こだわっちゃったり、元に戻りやすかったりする時って、リアル感がないと、すっきりしたとか解放感が体レベルで感じられないと結構疑いやすいんですよね。要は疑いやすいで、疑うことを少なくしていくことがすごく周波数を上げる、結局は現実を良くするとかいうのにすごい役立つので、疑わないためにはやっぱ体で理解するってことすごく大切なんですよ。でこの時にマインドフルネス瞑想をして、体の中が今どこに違和感を感じるかって、違和感感じてるところにやっぱりその自分の傷つきっていうのが隠されてたりするので、私がこうやるときはマインドフルネス瞑想させていただく場合が多いんですけれども、マインドフルネス瞑想は私の場合はすごく簡単で、要はすごく楽に呼吸をしてもらった後に、フラフープの輪っかみたいなの、頭のてっぺんから、CT スキャンするみたいにこうずっと自分の中をフラフープの輪を通していくんですね。で輪を通していくごとに、その通ってるその輪があるところの自分の体の状態をこう意識していくっていうことをしていくんですよ。だから今ここにあるとしたら、今頭の状態はどんな感じなのか、でずっと通っていくと鼻の状態はどんな感じなのか、肩の状態はどんな感じなのか、で胃のあたりはどんな感じなのか、お尻はどんな感じか、膝はどんな感じか、足先はどんな感じかみたいな感じで、こうスーッと CT スキャンするみたいな感じでやっていくんですけど、このマインドフルネス瞑想で大切なことはジャッジをしないジャッジ思考しないってことがすごく大切で、これも癖付けができるようになってくるんですよ、練習すれば。例えばさ、頭がごちゃごちゃしてるなって今感じたとしたら、みんなそこに思考をくっつけるのね。頭がごちゃごちゃしてるからなんてダメなんだろう、思考をちゃんと解放してないとかねあと頭がごちゃごちゃしてるから、すっきりさせなきゃとか、思考挟んじゃったりジャッジをしちゃったりするんだけど、ただ認めればいいんです。今頭が重たい以上、今溝落ちあたりが重い以上、なんか足先が冷えてる以上で、どうこうしなくちゃとかダメだとか悪いとか全然なしで、ただね認めることができる、ただ俯瞰することができると、それだけで解放起きるんですよ。人ってやっぱり認めてない、需要とか言うけど、需要の前に認めれば解放が起きます、気づくので。何にもしなくても解放が起きる、そっちの方向に向かうからね。なので認めればいいんですが、なんだっけ、そうで、そのマインドフルネス瞑想した時に、大体重たいところになんか自分の傷ついたインナーチャイルドがいるので、私の場合だったら今溝落ちあたり、胃のあたりが重たかったんですけど、胃のあたりに何か今までに傷ついてきた子はいませんかっていうと、なんかこううずくまってる子がいるかなみたいな、でその子はどんな声掛けをしたら嬉しくなったり楽しくなったりそうですかっていうと、そのまんまの自分でいいよって、これねなんか全部直感でいいんですよ、なんか正解ないでそのまんまの自分でいいよって言ってあげると、なんかすごくほっとしてるみたいな、大丈夫だよって、ゆっくりでいいからねみたいな言うと、ニコニコしだしたなみたいな感じで、そうすると今の状態だけど、私割と今溝落ちあたりがほっとしてるし、あったかくなってるんですよね、これだけで。なんか自分を大切にするとか、自分に愛を送るってよく言われてるけど、わからないってよく言われるんですけど、まず、自分に気づいてないんですよね、みんな。なので、今体レベルでね、心だとちょっと難しい人もいると思うので、体レベルで今自分がどこが辛いのかなって、こうマインドフルネスというかスキャンしてあげるだけで、肩凝ってるんだなって
でもっと癒しを起こしたいなと思ったら今みたいにインナーチャイルドをしてあげると体がスッて楽になるので、でその子が訴えてる時もあるんですよね。もっと楽になりたいとか、もっと笑いたいとか言ってあげると、それ本当に結構本当の自分だったりするので、なんかそれだけでもすごくそうしてあげようって思うので、だからそれが本当の自分なんですよね。そうするとなんか無理して笑顔になろうみたいなえいえいおーじゃない、自分とのコミットメント、自分で決めるっていうことが自然とできるようになるので、それが自然と自分の道になっていくって感じなんですよね。なので書き換えた、それが現実を変えていく力になるので、こんな風に試していただけたらいいかなと思います。そのマインドフルネスとかね、すぐできちゃうし、あのインナーチャイルドワークとかもすごいなんか時間をかけなくてもススってできるので、あとは本当にねなんか回数なんですよね。なのでどっか詰まっちゃっててわからないなと思うなら誰かを頼ればいいし、自分でできることはやっぱ自分でやっていくとものすごいあのスピードが速くなるので、ぜひ試していただけたらなと思います。最後までありがとうございました。